勝負の世界でしか生きられない人々がいる皆さん、オアシスという競馬情報無料サイトの方をご存知でしょうか、絶対に自信があるからこそ、30日間全額保証制度ありという形で、今すぐ無料情報を受け取るを押してもらえれば、入会金年会費、一切費用は不要ということで。はい かなりね、ここの、えー、サイトはもう無料でも一切、えー、手抜きをしてない、えー、予想を、えー、提供してくれ,るくれるというサイトですんで、まあ結構結果の方も、えー、出ておるみたいですんで、もしよかったらね、無料情報だけでも、まあ全然無料情報だけでも参考できるサイトだと思いますんで、一度ね、 えー、自分の目で確かめてみるっていうのもありと思いますんで今すぐ無料情報を受け取るおしてもらって、えー、無料登録の方、えー、簡単できると思いますのでよろしくお願いしますこの動画の説明欄の方に URL 貼っときますんでよろしくお願いいたしますはいどうも競馬 V でございますはいということでオークス なるんですけど、えー、先ほど、えー、ビクトリア・マイル、えー、見てて、えー、終わったところなんですけどすぐ、えー、もうオークスの方に切り替えたいなと、まあ、当然ビクトリア・マイルもちろん馬券の方ははい外しております <laughs> 情けないもうほんまにでもよう外しとうわ今ね G1 の方まあ半々かこの,この春の G1 半分はだって半分外れてるんで まあなんとか巻き返さななと、まあ、でもビクトリアマイル、えー、圧巻でしたねああ問題強すぎました、えー、すいませんでしたああ問題ばか、えー、にしすぎてました <laughs> 何がいらんねんともうどんだけ強いねんとはいもうおみそれしましたもうそれしかないですということでもう切り替えてね、えー、オークスの方い、えー、っておきましょうここも東京の 2400m の芝3歳の ね、若い女の馬が女性馬が走りますよ。はい、ということで一応、今日何の動画かと、えー、言いますともうオークス、えー、僕2頭、えー、出てきたら買おうと決めている馬がいました、はい、それがね、えー、僕、まず一、ね、頭絶対にこれはもうここはカットかなと思ってたのがこの馬、アブレイズですよね。アブレイズ はいまあ、この馬、言うても絆3区で、牝、えー、馬の3歳、アあぶ、ね、まあ血統的にもまあまあいいんじゃないですかね、ディープインパクトも入って、ジャングルポケットも入ってんか、サンデー・サイレンスのあれやね、はいねまあまあ、この馬に対してはまあ1着2回とね、まあ、勝率、連帯率とも100%ということなんですけども。 あのー、フラーカップなんですけど、この時のね、この時藤井貫一郎騎手が乗ってて、12番人気だったんですよ、この馬。はい、で、まあ、新馬戦の時もね、6番人気ながらきっちり1着と、で次も人気しなくて、えー、1着ということで、アブレイズね、どう考えても、この馬は、えー 能力が高い馬かなとで藤井貫一郎棋士がうまあ、上手いこと乗ってくれたっていうのもあるんですけどもやはり底知れぬ、えー、能力を秘めている馬じゃないかなと思っております絆3区ですんでここはね、まあ、お父さんが、えー、取ったようにダービーを取ったようにオークスを取ってもおかしくない、えー、能力も引き継いでると思いますんで。 で距離的にも2400なんか、多分この馬、全然ベストかなと、まあ、1008でもフラーカップね、えー、強い勝ち方もしておりましたし、で新馬戦の2000メートルも、これも一応買っているんで、まあまあまあ、相手がね一緒の牝馬の3歳であれば、もう全然ここは、はい、狙ってもいいんじゃないかなと、もうここは僕はもう決めてました。もう伸びがいい もう足がすごくいい、もうここはもう一番評価してもいいかなと正直思ってます、もう先にね、絶対みんなにさっき伝えとこうと思って、アブレイズこれは間違いなく僕は、えー、押せる1頭かなと、はい、思っております。で、2頭目なんですけども、まあ、あのー、僕のチャンネル見てくれてる方は結構知ってると思うんですけど、まあ僕は絆3区が、えー、大好きであって、 で今回、絆3区、やっぱ多いですよね、まあアブレイズ今言うとアブレイズもそうですし、クリスティもそうですし、で湘南ハレルヤ、でフィオリキアリか、もう絆3区ですね、であと、そう、最後の僕はいつも狙っている、この女の子、マルターズ・ディオサですよ、もうここは、この2頭はもう絆3区でも、この2頭は外されへんなと。 うん、正直思ってます、確かにこの馬、16でマイル仕様になっているんですけども、なってるんですけど、正直、あの距離延長は僕はプラスとして見ております、まあ、さっき言ってた絆3区の決闘もありますし、2400、まあ、24東京走っても全然おかしくないですから、ただ、この馬、まだ東京コースの実績がないんですよね。 ないんですけども、まあ、今のところ成績としては1着3回、2着2回、で着外1回だけで、えー、勝率が5割と、えー、50%、連帯率83%もあるわけなんですよ、まあ、ここはまたおそらく田辺騎士が乗って、どういう戦法でいくかですよね、はいまあ、前で競馬するのか、やはりあの強敵、今回デアリングタクトがいるんで、 あどういう戦法でいくのかっていうのがあったんですけども、ほんで、桜花賞もね、これ、8着なんですけど、正直、えー、原因分かっております、やはりアメ、雨バ場が良くなかったんではないかなと、僕は、えー、踏んでおります、やっぱり両馬場でいけば、まああのー、全然、あのー、大丈夫な馬だと思うんですけども、やはりこのチューリップ賞の時のね、 まあクラバシドールとまあレシステンシアに勝ってるっていうのはもう間違いなく本物だと思っておりますんでそのレシステンシアがね桜花賞2着だったんでそっから考えればまあ両馬場で走ればまあマルタズディオそんの方が僕は能力は上じゃないかなと。 まあ、阪神、ジュベナルフィリーズでもここは負けているんですけど、まあ、五馬身として空いているんですけども、やはり、ね、ここは、まあ、そこから成長分、まあ、他の馬もしてるんですけど、マルト・アズジオさんの、ね、もう成長の期待に、あのー、成長している分に期待したいなと正直、はい、思っております。でもう村、ね、ムラがやっぱないんで、両馬場に関してはこの馬、まあ、人気以上に人気以上常、まあ、走ってこ、人気に応えていると。 いう間ですんでやはりここもね絆3区の、えー、お父さん譲りの、えー、走りを見せてほしいなと正直思っておりますなんで今のとこ僕が思う、えー、狙ってもいいじゃないかなと思ってるのがアブレイズとまああのー、マルターズ・ディオさんなんですけどまあ決闘がね、あのー、好きなだけで、まあ、選んで僕のね あの思ってることですんで、絶対かっていったら絶対ではないんで、競馬なんか絶対がねありませんので、うん、難しいなと、正直、デアリングタクトもめちゃくちゃ強かったじゃないですか、ただ、あのどうなんと、エピファネイア3区の戦六、これ、距離延長でも持つんかなって言ったら、まあ持ってもおかしくないし、距離合わ,んく合わんかったんやなっていうのも考えれるんで、やはり3歳の牝馬は、 まあ、何が起こってもおかしくないと正直思っております、まだまだ若いね、女、馬、貧乏なん馬になる分で、やはりあの気性も荒い分、ちょっとね、どういう展開になるかも分からないですから、うん、ここはあえてまたね、僕はもう、いつも通り穴狙いで、で大穴狙いになるんか。 もう中和な狙いになるんか、まあ、おそらく、硬、え、い、ー、とこは多分買わないとは思っております。い、まあ、うてもうーんマルタズディオサは人気するやろうねアブレイズもするやろうし、まあ、でも他にもクラバシドールとか、まあ、スマイルかなこれさ桜花賞3着ですよねとかもいるんで、まあ、デアリングタグというのが多分一本株になると思うんですけども,う,んもうちょっとね、えー、日もまだまだ今日はまだ日曜日の。はい 7時頃ですんでまだまだ今からねもっともっといい馬を探し出してきっちり、えー、美味しいうまみを探して、えー、当てに行こうと思っておりますんでよろしくお願いしますはいもしよかったらねちょっとでもいいなと思ってくれたらチャンネル登録とそしてコメントもバンバンくださいもう全然アドバイスでも全然結構ですしもう文句でも何でもいいんでガチ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 言うてきてくださいは ということでチャンネル登録、えー、コメント評価の方よろしくお願いいたしますちょっと早いけどオークスの競馬部位が目をつけているよう馬変でしたはいありがとうございますまたよろしくお願いしますでは最後はみんなで一緒にブイブイブーイブイはいあとね、えー、競馬部位の競馬クラブというラインの方でオープンチャットしておりますので検索して みんなでワイワイガチャガチャやりませんかもしよかったら来てください。お待ちしてます。